る力も残っていませんか。実に好都合です。奥へ。幸いここは近く、誰にも見えませんからね。ならばやることは一つですよ。私の木を少し分けてあげたんですよ。あなたならその体でも十分動けるでしょう。これで貸し借りなしですよ。あなたにはまだまだ働いてもらいますよ。特にあのジレンという化け物の相手をするのは私はごめんですからね。まあせいぜい頑張ってくださいね。あ、そうそう、さっき上で神々が言っていた言葉聞こえていましたか。いや。あなたが先ほど見せた強さ、あれは神々の領域では身勝手の極意というそうですよ。身勝手の極意か。あれがもう一度できたらジレンに勝てるんか。